はい、ナックルTV菊池でございます。実はですね、俳優の中野秀夫さんの YouTube チャンネルに、お邪魔しております。うちの安出丸が、今日中野さんの YouTube のゲストの、小沢仁さん、俳優の小沢仁さんをドッキリ仕掛けると、まあ、ちょっと色仕掛けじゃないけども、なんか小沢さんにうちの安出丸が気に入られるかどうかみたいな、そういうドッキリを、仕掛けると、そんな企画を今日はやって、いくんですけども、その裏側をちょっとうちのチャンネルでも、撮影してみたいと思ってます。ってことでここに、はい、安出さん、はい、お疲れ様です。なんか緊張してますね。でもね、さっきからめっちゃ胃液出てんの胃液出てゴホゴホ。なんすか胃液って。緊張でしょうね、多分ね。緊張して胃液が出て気管に入るっていう、うん、事前の情報によると、はいはい、小沢さんめちゃくちゃ女性のことが、まあ、なんていうか好きなので、そうですね、まあ食いついてくるかどうかみたいな。そこなんですよ。これ逆に食いつかれなかった時が一番きついですよ。思いません。まあそれはそれで。それはそれで。よろしくお願いします。よろしくお願いします。中村さん、今日は、はい、ありがとうございます。今日はですね、ナックルマの YouTube を始めまして、はい、ナックル TV と。で、今回うちのやつもある。今日前回となんかちょっと通報が、ね、はい、ちょっとすごいかもしれない。セクシーですもん、足の動きが違うお店みたいな感じ。ちょっとうちの安出丸をですね、小沢仁さんにこう勝ち合わせたらどうなるかという、本気企画をあれですね、やっていただけるということで、はい、私ちょっとついてまいりました。性に対してはめちゃくちゃ弱い男です。なるほど。はい、そう、1時間後ぐらいに来るんですね。はい、ですね。名前変えよう。そうですね。彼女をちょっとこう全く別の人格に変えたいので。人格に変えたい。設定を出身地だよ。出身地もね。そうですね。もう結構細かく言ってもらった方が。彼がピクピクする出身地がいいですね。あ、そういうのもあるんですか。ありますよ。でも本当はロシアなんですけど、あ、もうロシアには見えない。そうですね。はい、だいぶ逆の位置かなって。こっち側だけでさっき考えたのは、はい、ちょっと私のお母さんが、私ができる前に 3P してるんで、私多分日本とブラジルとコロンビアとっていろいろいたみたいなんですよね。なるほど。普通に言うと、だからどれか分かんない。分かんない。そしたらもう多分そんなこと気にしないで安田丸のおっぱいしか見てない。結局結局もう育ったんで大丈夫ですか。結局横でチラチラ多分見てる皆さんに見ておきたいのは、小沢さんの顔は多分普通にしてるんですよ。この中は、絶対そうなんですよ。この前じゃ表面的には普通を予想。普通を予想と。あと問題は名前です。そうですね。ニックな問題ですね。イメージなんで、してる時に彼が何て呼びたいかっていうここでしょうね。そうですね。うん、なんて呼びたいだろうな、あの人。コロンビアとかですね。まあなんかマリア。そうで、マリ、マリ、安出丸、マリ、だから、マリ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 、モデルって感じでいきますね。これ今回兄を、兄に安出丸さんを安出丸さんじゃなく紹介して、はい、で結果どこら辺でこれ出しますか。設定で電車出して読んで、うん、えあれと何これってなったら、いやそういうこと、これとしこっち側もこれ、うん、わかりました。じゃあその段取りで。そうそうそう。いやー、それぐらい楽しみだね。頑張ります。はい、頑張ります。失敗したらごめんなさい。マリンちゃんとしてどうですか？なんかね、私のイメージだと明るそうじゃないですか。南米だし、マリンちゃん。
どういこうかな、まあ、なんかちょっとアホそうな感じで。本気で口説かれたらどうするか。乗ります。いいね。口説かれるように頑張るわけですよね。似合う。結構つくね。結構ごつい。本当ですか。結構ごつくね。ごついですか。ナックルズ TV。 でも騙されたふりしてやるから。いつでもおいで。あ、ありがとうございます。上から下から横からどっからでもおいで。なんかいろいろ何でも OK です。もう今ナックルズ用の会話に変わってるから。言っていただけて光栄でございます。こんなドッキリならいつでもいい。ぜひまた。間違いなかったですね。ぜひまたよろしくお願いいたします。ありがとうございました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。ナックルズ T シャツ発売中です。詳細は概要欄をご覧ください。はい。